皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、5月、訂正5月17日16時13分、先ほどの、続きなんですが、まあ、佳子さまや、プロ野球業界やサッカー界の方たちや、まあ、マスコミの方たちへのメッセージなんですけど、去年も確か、こういうパターンだったと思い出しました、佳子さま。その、佳子さまの声が聞こえてから、まあ、外に歩く。で、その、佳子さまの、その、今日行くからとか、そういうふうな、今日は違うとか、今日は本当に違うからとか、そういう、その朝からの声が聞こえてくる状況を作ってもらうためにも、多分、本当に来るからっていうあの言葉が必要だと思うんですね。で、まあ、佳子さまのその公務とかがこう YouTube やテレビとかで放送されるとき、まあ、特に YouTube で確認することが多いんですけども、何回も確認できますから、まあ、できるだけその佳子さまが映って喋ってるナレーションの人の声とか本当にどうでもいいですから、声とかがはっきりと聞き取れるような形でアップロードしていただけると助かります。そうじゃなかったらその日の行動が僕の方がね、なかなか決まりづらくなってくるのと、まあそういうことですね。だからまあ次は対応できるんじゃないかなと思うんですよ。前のパターンも確か何年か前のその佳子さまを追いかけていって、まあ佳子さまですかと聞いて、まあその電波でこういろいろ聞かなかったのかな、電波で聞こえてきたのかな、その人が佳子さまだとかなんだとか、まあそういうふうな声が聞こえてきてっていう、まあそこで心の声、もしくはまあまあ電波による心の声で、まあ、佳子さまは私について来てくださいって言っていたパターンだったと思うんですよ。1回目、その年、確か、以前も、立ち上がれなかった。もう、力尽きて倒れ込んでいた状態。次は多分大丈夫だと思います。だとしか言えないですね。次は多分大丈夫だとか。どうしか、まあまあ前向きな気持ちになって今まあ再度取り組もうとしているところです。あとはまあ裁判関係の書類をまあどの程度作って出すべきなのかという部分で、まあかなり慎重なところなんですが、あとはその佳子さまが公務で、ギリシャの方に行かれる。で、まあサッカーのそのアルワインというチームとの試合、横浜 F マリノスさんの試合なんですけども、夜中の1時でしょう。でその時間帯、まあ、自分がどう対応するべきなのかどうか、できれば僕としては寝ていたいんですよ。で、ちょっともうこの辺痩せてきましたね、今の一言から。もう顔取られ始めました、ね、肉が。顔の肉が。で、時間事故的にその佳子さま、そのアテネへ行くとして、まあその時間帯起きてるかどうかも僕もちょっとわからないですし、まあどう対応するべきなのかどうかというところですね。あとは佳子さまへのメッセージなんですけども、以前の動画でも訂正して言っていたと思うんですけども、まあ8月9日の件とその12月の件、12月は1日か2日の方がいいですよね。そのどうしましょう、一泊するぐらいの気持ちで、そちらの予定が全くわからないので、着物の29歳の動画に関してなんですけども、撮影されてたのが12月2日みたいじゃないですか。よく見たらモミジとかが葉っぱがついていたので、12月29日当日に撮影したのではないなというところを見る
と12月2日の方がいいのか1日の方がいいのか、まあ1日に1泊するぐらいのつもりで行った方がいいのかとか、まあどうしましょう。そのまあ1月1日か2日に訪問、そのはっきり日決めておいた方がいいですよね。でそれ言ったがより8月9日の方が失敗したら怖いなとか、そういうようなところが本音ですね。まあとにもかくにも後がない状態がずっと続いている私でありますが、まあ次の動画、その本当に来るからっていう言葉によって、まあこちらも備えておくという形にしておきたいです。これ多分、まあ、あらかじめもその気持ちで、その絶対その体は重くても絶対外に出るぞと、あのそういうふうな気持ちでいなかったら、もう倒れ込んでた時も起き上がれない状態になってたんですよ。で、あとはまあパソコンの方ですね、そこを躊躇なく強制遮断してでも、すぐに外を飛び出すのかどうか、できればゆっくり歩いてほしいですね、その時。以上です。長くならないように、これぐらいで、この動画をまとめておきます。以上です。